おはこんばっちー、ハーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじの続きやっていきたいと思います。今日は日本シリーズ最終決戦ということで、現在ソフトバンクに3勝2敗で勝ち越しておりますと、その前におじを簡単に振り返っておきましょう。もともとは広島にオール G で入団したおじ、丸4年でここまで能力が上がりました。そして今年金徳、芸術的な流し打ち、そしてささやき戦術をゲット。能力としてももうすぐ D まで上がるということで、来年またどこかの別の球団に移籍する予定です。また来年も、そして今回は契約更改も動画内であるのでお楽しみに、ということで今日も元気よく OG やっていきましょう。では試合、今日はなりきりプレイで優勝しちゃいましょう。ほんのりパワーアップね。よっしゃー、大活躍間違いなし。さあ打ちましょう。さあ第1打席、お化けフォーク、そしてゼフ長、これちょっと狙えるんじゃない。ゼフ長で一発ある、しよう、いった、やったぜー。今大会、今シーズン日本シリーズ絶好調、ホームラン何本目よ。前のパートでめちゃくちゃ打って、それをまだ引き継いでいる、完璧です。さあ守備でも見せちゃおう。来た、オッケー。さあまた守備だ、ゲッツ。でも甲斐さん足速いからな。来た、いやー、おじおじ使えよ。さあ第2打席チャンス、よっしゃー、おい、超えた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 、よし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 、いいよ、素晴らしい。本日3打点、よっしゃー、やばいよ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 、抑えろ、きたきたきた、任せろ、おじでいい、本当おじでいい、よし、やった。さあこれはやばいぞ、任せて任せて、おい、ファインプレー、これがトリックプレーってやつだ。さあゲッツでゲッツ、オッケー、あーやばいよ、おじいのせいか、おじいのせいなのか、あ、甲斐さんや、やばいよー、これはおじ打って返す、打って返す、おお、ビシエディ走る、甲斐キャノンに刺されるぞ。さあ来いや、おい、どこ来るどこ来る、よっ、あーマジか、え、今打球上がんなかった、ま、でも全然いいんだけども、 OK、いやー同点同点、いやーマジちょっとやばいって、負ける負ける、ピッチ変わる、一人気を吐いている、一人血吐いてない、大丈夫、もう絶好調すぎて、あっと、いや一人だけ血吐いてたらやばいおじ、よっしゃ、一人だけ気を吐きすぎている、いやーいいぞー、っといい、お願いしますお願いします、4の4、負けたー、おじ負けたー、敗北、一人気吐きすぎたね、4の4 1本3打点、いやおじ以外がダメだったじゃん。いやもうこれさ、おじに金ちょうだい、あー調子落ちちゃった。さあ最終決戦だ、その前にお出かけあるかな、こういうからすき焼き屋、すき焼き屋行きましょう。5万だって高っ、いいよ、ラジコンで稼いだから、おじ。では最終決戦もなりきりプレイで行きましょう。本当に本当に最後の最後ですね。さあ頑張って、さあ第1打席東山さんか、おじい結構苦手としている、そう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 、スローカーブ、
作成だったっけ。投げました。来た。うわー、ど真ん中の嫉妬畜生。うわー、抱き上がんなかった。オッケー、3点。よしよし、ここで打て、ここで打て。ワンアウトランナー二塁という場面で、おお、入ってくる。マジか。入ってくるよね。もういい、 BCAD の足でも戻ってこれるように。外野へしっかりと。あぶねー、しっかり見えてるよ。よっしゃ、どうどうどう、戻ってこれない。いや、でもでも2安打 OK よ。お願いお願い、勝って勝って。よしよしよし、おじい日本シリーズ絶好調。さすが、やる気をここに整えてきただけはある。よーし、こいや。もう危ねえ、一発あるからね。ど真ん中ないかな。おい、ビビってるよ、おじい。さあどこ来る。いやー、ダメかー。まあでも3の2よ。よしよし、やばいやばいやばい、逆転されてしまった。ホームランで同点。うい、ナックルカーブ、お願い、せめて1点、せめてタイムリー、クイックシュート回転。よし、どう、よしよしよし、頭越した。回れ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 よ、お願いお願い、点取って、点取ってお願いします。よし、同点。あー、今度デスパインネか。やばいやばいやばい。おし、OK。 7回7対7。あー、どこどこどこ、 OK。 ほう、さあやばいよ、抑えろ、オッケー。よし、勝ち越した。よっしゃ。さあ、もうおじいがいなかったらやっぱ負けてたじゃん、この試合も。もう全てはおじいだ。さあ最後気持ちよく今シーズン最終打席を締めましょう。あ、センター前に出る落下点で、あー、オッケーオッケー。まあまあまあ、優勝なんていいでしょう。胴上げだー、来た。また、うわー、最後見せ場を持ってくる。さあ来いや。はい、勝ち申した。やったぜ、おじい。いいアングル、セカンドだからこれができるって感じ。おじいは、あれ、あ、いたいたいた、右下だね。鼻が詰まっててやばいっす。いやー、よかったよかった。いや、またね、ちょっと地元で胴上げできなかったんだけれど、めっちゃやばいおっさんいたじゃん今。すげえ。いやー、最後素晴らしい、素晴らしい位置にいる。そして14年ぶり3回目だって、日本一。そうなんだ、全然優勝、日本一しなかったんだね、中日。意外。ヤクザさん、おめでとう。快勝。いやー、一時はどうなるかと思ったけど、この3、1打点。いやー、もうおじいですよ。おじい様ですよ。やったぜ。やったー、またハイプシューってやってくれるんでしょ。おお、ポン、ビールかけ始まった。おじいくぞ、そりゃー、ずぶ濡れだー。いやー、マジ南條さんじゃなくて千里連れてこいよー。モブのアナウンサーでもいいからさ、ハルさんに攻撃。さあ再びやってきたヤクザを、いや森監督に攻撃。来たな、でもグラサンしてるから。あ、やばいやばいやばい、怒られる、殺される。メガメガムスカ大佐、やべえやべえやべえ、殺されるわこれ。あーですよね。いやー、日本一嬉しいわ。あ、番組出演とかなかったんだ。シーズン振り返って、良かった点や悪かった点をおさらい。ミッションクリア。何を、
車ステータス、ああそう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 、3年連続3割やったぜ、夢の4割達成やった。片目打ち、あもうついてるわ、阿部比ついてるわ、満塁、おつく、初球ついてる、走塁なんもつかないんかい。さあなんかタイトル、首位打者最多安打最高出塁ベストナイン、あーマジかー。え待って待って、日本シリーズ、うっそ、日本シリーズ MVP じゃないの、うっそだー、それはちょっとやばいって、こんだけ打って日本シリーズ MVP じゃないとかマジ泣くわ。課題、何を、まあ補給が圧倒的に低いので補給で OK よということで、ついに来ました、交渉材料4個ということで、めちゃくちゃあるね。これ何が評価高いとかあんのかな。まずは今期のミッション、車はステータス達成だよ、イエーイ。 10% 前がね3億3500万、嘘、3億3550万ということで、334ではなかったんだけれども、4億いきたいな、お願いします、ズバリ。うわー5億すげえ夢の5億円プレイヤーや、マジか、今期よりもアップ。いやーちょっと中日そんな出してくれる、いやもう4億いったらよかったと思ったらまさかのプラス1億か。いやー不満はない、不満はないんだけど、交渉させて、交渉スタート。オーナーは今シーズンの順位、それ知ってるだろ、今さら確認すんなよ。オッケー、球場で観戦どうだった、オッケー、6勝3敗、おじは交渉材料を見つけた、3年、おい、もう死んでるからオーナーおーそうそう、結婚もしましたからね、で子供も生まれてますからね、ぐさぐさぐさ、え5500万アップ、マジで、うわーすげえ金額、あじゃあちょっと背番号、やっぱり山本昌さんね、ラジコン上手くなったんだけど、もう34飽きたので G ということで41、これは広島から愛用してる番号なのでください。まあね、実績からね番号はもらえます、イエーイ。ということで41番に変わるけども、またすぐに移籍するからね迷惑なやつだ。どうしよっかな、総合練習を鍛えようと思います、 OK。 最後に来季に挑戦ミッションということで、何でしょう、ズバリ勝利を呼ぶ男、ほう、そして2つ目は目指せ三冠王、これちょっと厳しいでしょ、そして3つ目は30ホーマーということで、まあ、見ておくと勝利を呼ぶ男、打点シーズン150、むずい、そして三冠王、首位打者、ホームラン王、打点王、そして30ホーマー、30本塁打を打つということで、これは目指せ三冠王にしましょうね、夢を与えようってことで、来年の目標は全て強振で行こうと思います。まあ、ちょっと打率がやばかったらミート打ちしていくかもしれないんですけれども、基本強振でいきます。やったー、いや来年どこの球団になるかなんだよね。